はクジボーイの宮田です。ということでやってきました9試合連続現実生活4日目、モバイルパークね、宇都宮駅でね会って、もうずっと新幹線の隣で乗ってたようちゃんにずんだシェイクいただきました。ありがとうございます。いや今日は勝ちましょう。はい、ありがとうございます。バイバイ。うまいっすね。不思議なね、マジで不思議な感じですね、うん、ですごい濃厚で癖になります、ね、癖になちょっとほんのり甘いし、うん、いやうまいわ、うまい、ね、試合終わり原田さんからこのカープ貯金箱差し入れいただきました。いや本当にありがとうございます。もう僕のファンがこの仙台にもいたということで、ね、本当に嬉しく思いました。明日も勝ちましょう。明日も勝ちます。はい、はい、アポニッチ、皆さんも一緒に応援よろしくお願いします。はい、お願いいたします。じゃあラスト、はい、長さん代表して皆さんにメッセージを一言いただいてもいいですか。めちゃくちゃ近いよ、勝手に。ということでね、注目選手、まずは今シーズンの得点圏3割6分8厘、大瀬良登板中4割超えの打率を誇る海斗君に期待しつつ、交流戦打率3割3分3厘、得点圏は6割6分7厘の翼に期待しつつ、見ていきたいと思います。一方楽天早川登板者4割1分9厘、そして交流戦の得点圏は4割6分7厘の交流戦大好き男大郷に気をつけつつ、すき焼き外れなしや、うまい。これ食って早川も食うぞ。うまいマジすき焼き、野菜にもしっかり染み込んでる、この出汁がうまいわ、マジでうまい。アピキネティスペシャルインタビューです。本日は一番に参加していただきました。分かった、おすすめです。早川高橋さんのすき焼き弁当、うまい、うまい。カープカープ広島広島カープ、そろ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 点を取ってくれ。アキさん、ここアキさん一本、アキさん一本を目指し、男は決めるべき時がある、どれかく赤い魂燃やせ。いやー、えぐい早川、打て打て、いやーマジかよ。もう2回も3回もチャンス作ってるけど、結局も8回3安打無失点、えぐいわ早川マジか。いや秋山もな、交流戦3割超え、
対左ピッチャーには3割6分とね、左キラーなんだけど、早川が打て、早川エグ。マジ踏ん張りこれ。よーっしゃ、オーゲー、よーやった、シーマウチ、あれや、ようやった、シーマウチ大台だこれ。かぶれー、いやもう茂木もね、これ大事だって、今交流戦3試合連続ヒットしてる。でモバイルパークでの得点圏も4割2分9厘と、モバイルでよく打ってた茂木だったけど、島内陽太や。延長戦0-0。耐えて、モーリーウラ、モーリーウラ耐えてこれ。攻めいいよ。オーケー、キングでオーケー、オーケー、よー耐え、よー耐えや、モーリーウラ、モーリーウラグッジョブや。あー耐え、2回あったからな、2アウトまで2回耐えたよ今日。はいや、モーリー裏。これ一本やろ。わっしゃい。うわ、行ってる。えぐい。マジか。えぐい。マジでやばいな、本当にかっこいいわ、最高や、えぐい、はつきやばい、いやマジで素晴らしい、さつき、はつきナイスラン、ほんと天童くん燃えろ、やあの矢の一本これ、あーやんのい燃えろ、よっしゃ、オッケー、来てくれよ、オッケー、ゴー、ハッキーゴー、ハッキーゴー、ハッキーゴー、ゴー、オッケー、ナイスやー、いや、これぞ、やるやばい、しっかり仕事した、いやここ最近ね、5試合の打率も4割超え、4割1分のね、今日もカープはカス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 、あーわっしゃい、今日もカープはカス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 、バンザイ、グッジョブや、エグい、スモールベースボールや、これこそナイスや、シングルヒット、送りバント、3投犠牲フライ、いやもう初ぎの3投聞きました、聞いたなこれマジで、えぐい、ナイスベースボール、ハードこれ、やんのい、やろさん仕事、グッジョブ、やろう、11回裏マウンドに上がったのは、はぁ頼むよ、はぁ見た目フランス、おえいいね、154キロ、まず一つ、いいよ、マリコの時間もめちゃくちゃ当たってる、いいよー、やろう、オーケー、やろう、オーケー、アウト、オッケー、あと一個や、グッジョブやん、しっかり投げました、そうです、よっしゃー、いけるよ、オーケー、
った、素晴らしい、マジでよかった、いいや、よかった、ほら本当来たかやったよ、新幹線やバス逃してでも来たかやったよ、これいや、リアムさんの彼女がおみくじ引いてますよ、今日はもうカープはカチ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 、あーわっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、今日はもうカープはカチ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 、バザイバザイ、おれグッジョブや、いいよかった、C-A-R-B、 やろよやったね、本当に今日投げたピッチャーが本当に全然でも成功されたので勝ってよかったです、はい、そうですね、もうバッティングで足は引っ張りたくないんで、なんとか打てるまで頑張ってます、でも打つことだけを考えて打席に入ってます、そして代表原本選手が発砲を決めてワンアウト三塁に状況を変えました、あの場面があってバッティングどうなりましたか、もう何度か前に飛ばしたら足が速い足なので、神戸に対戦してくれるだろうと思って打ちました、最後のおめでとうございました、いやー、ちょっと力ついたかなと思います交流戦、終了始めた楽天相手にまずこのカード初戦取りました、本当に今日、移動していて、まあ選手は疲れている中、今日勝てて本当に良かったです。はい。この時もこれで延長で残り2試合で、自分にとっても7年ぶりの交流戦勝ち越しが難しい。7年ぶりです。明日から勝っても勝って広島に帰るので、応援よろしくお願いします。はい。やんのうやんのうやんのうやのーグッジョブやのー、ね、今日の試合振り返っていきたいと思います、いやまずは大瀬良ね、今日の大瀬良は7回投げて無失点のピッチング素晴らしい、これで防御率ももう 0.96、 夢の0点台に突入したということでね、いや今日も勝ちはつかなかったんですけどナイスピッチング、でその後もねなんとか中継ぎがもう満塁のピンチ、もうリウラだったりもう島内だったり満塁のピンチ招きつつなんとか抑えてね、11回よこれ、先頭二股が今日2安打目となるヒット、二股もねこれ今日6月2日以来のスタメンだったんだけど今日2安打しっかりと結果残してくれて、でダイソーハツキ出て秋山がしっかりバントを決めてのハツキの3投ハツキマジであの3投熱かった、いや今年はねダイソーで出てもう結構盗塁も決めてるしね、ダイソーの切り札としてしっかりと結果を残してくれてるハスキー大好きですわ、でワンアウトランナー三塁となったところで矢野の犠牲フライ、いやあのもう素晴らしいね、昨日は先制打打ってね2安打2打点で今日も先制打決勝となる犠牲フライ、矢野がいいね、ここ5試合の打率も4割超えと、おー素晴らしい結果を残してくれてる矢野、この矢野で最後はハーンね、今年のハーンは4試合しか投げてない、まあ、4試合でね打たれたヒットも1本そういうピッチング見せてて、まあ、ただこんだけ緊迫した場面で投げることなかったんだけど、この今日の試合で放って1対0ハラハラする場面で放っての無失点ということで、素晴らしいピッチング、もう本当にフランサーみたいでね、ストレートも150キロオーバーで緩急使いながら、いや素晴らしいピッチング見せてくれましたね、で今日勝ってこれで9勝7敗かな、ということでね、交流戦5割以上が確定したナイスゲームでした本当に、いや幸せやね、
で、差し入れね、今日くれたぎょうちゃん、あれです、ずんだシェイク、美味しかったです、パポニッチ、はい、で、明日もね、僕は現地で、行くんでね、行かれた方いたら、ぜひ声かけてください、ということで、今日も一日お疲れ様でした。いや、ハツキ、やろう、やろう。仕掛けた勝負の舞台、恐れずに進め。